試合後に病院で診察を受け、 MRI 検査の結果、右肩甲下筋損傷と診断された。10日からは2軍施設でリハビリを行う。開幕ローテ入りが濃厚だった右腕に西村監督は、投げられないとなったら候補がたくさんいる中から当てはめていかないといけないと厳しい表情を見せた。試合後に病院から球場に戻ってきたディクソンは、明日にトレーナーと話し合ってからになる。そんなに悪いとは思っていないと軽症であることを強調した。橋本健吾。健吾橋本。